はい、タマレーン著名人研究家の小村です。今はですね、こちらに来ております。24区でございます。はい、24区に来ました。これからですね、お墓参りに行くところは牧野茂さんのお墓参りに行きたいと思います。牧野茂さんは昭和期の海軍技術大佐、最終階級は大佐でございます。戦艦大和などの戦艦設計者として大変著名な方でございます。牧野茂さんです。お墓はですね、24区一朱八川でございまして、ここがですね、はい、24区一朱八川でございます。ただ道沿いではなくてですね、ここを入りました裏手側でございます。そして裏手に回ってもすぐのところが牧野茂さんが眠られるお墓でございますので、先に墓所の紹介をしたいと思います。はい、この列の左手側なんですが、もうこの角地でございます。お墓に到着しました。こちらになります。はい、牧野茂愛と刻まれております。はい、牧野茂さんの墓石でございます。同じ墓所にはですね、こちら側に牧野家のお墓も建っております。はい、こちらが茂さんと愛さんの墓石になります。それではですね、牧野茂さんのご紹介していきたいと思います。牧野茂さんは愛知県名古屋市のご出身でございます。1925年の大正14年、東京帝国大学工学部船舶工学科を卒業されました。そして同年ですね、海軍造船中尉となりまして、横須賀鎮守府付けだったり海軍管制本部の部員としてですね、各種艦船のですね、設計を担当しました。その後ですね、1934年の昭和9年からはですね、フランス国立高等造船学校を卒業されております。フランスに行ってそこで勉強もしました。1936年から1941年までは呉海軍工廠造船部設計主任を務め、戦艦大和の建造に携わりました。1937年、イギリス国王ジョージ6世の帝冠記念冠冠式にですね、参列もされております。1945年終戦時の最終階級は海軍技術大佐でございました。そして海軍管制本部の第4部設計主任として終戦を迎えております。戦後はですね、1953年国際船舶公務所の取締役社長、そして船舶設計協会の常務理事としてですね、初期の海上自衛隊警備艦などの設計を行いました。1955年海上保安庁東大補給船宗谷のですね、南極観測船への改造設計を依頼されてもおります。その後は防衛庁の技術研究本部の嘱託でしたり、三菱重工船舶事業本部顧問であったり、国際電信電話嘱託、日本電信電話公社嘱託などですね、そのような業務も歴任されました。船舶及び海底船、施設船などの増修業務を務めました。著書にですね、牧野茂艦船ノートなどがあります。去年は94歳でございました。まあ、戦前、そして戦後ですね、船の設計、まあ、戦艦の設計者として大変活躍された牧野茂さんのご紹介をさせていただきました。それではお墓参りしたいと思います。はい、牧野茂さんのお墓参りをさせていただきました。まあ、戦前戦後にですね、戦艦の設計者、まあ、船の設計者として大変活躍しました、
牧野茂さん、お墓参りさせていただきました。紹介させていただきました。以上でございます。